あなた運がいいんだって。はい、こんにちは、占い師ケンケンです。本日もケンケン TV やっていきたいと思います。まず質問を読ませていただきます。ケンケン先生こんばんは。私は自己紹介がとても苦手で、いつも滑っているというか誰も聞いていない感じがするのです。どうか相手に良い印象を持たれる自己紹介の方法を伝授していただけませんか。はい、質問ありがとうございます。自己紹介ね、まあ僕は自分の職業柄乾燥師ですと言うと、その点だけで、それって何ですかみたいな感じで興味を持ってもらえるので結構楽な方ですけども、そういうのじゃない場合は少しひねった方がいいかもしれませんね。というわけで本日は自己紹介をするときに良いネタ10点を紹介させていただきますので、その10点の中からね、どれか一つでも自分に合うものを探してみてください。では早速いきましょう。1番目、職業や仕事で引きつけるです。僕が今話した方法ですね、乾燥師とか珍しい仕事じゃなく普通の仕事、例えばですね OL とかサラリーマンでもですね、一工夫してみてください。例えば毎日遅刻ばっかりしているサラリーマンですとかですね、ずっとリモートワークになって1日も出社していない OL ですとか、職業に何かを付け加えるだけで相手の興味を引けることがあるかもしれません。次、2つ目、自分に似ている有名人から入るです。よく〇〇さんと間違えられるんですよとかですね、これはギャグで本当に似てるか似てないかはあまり関係がありません。似ていた場合は、ああ本当に似てるねとか言われますけども、例えば全然かっこよくないのにいつもトム・クルーズと言われる何々ですみたいな感じで言うと、いや嘘つけみたいな感じで突っ込んでくれる人がいますから、似てる似ていない関係なく相手にどんな有名人が刺さるかを考えた方がいいかもしれませんね。続いて3番目、内輪ネタです。今から自己紹介する人と共通の友人や知人の中で一番目立ってる人とかの名前を挙げるパターンです。例えば自分の上司 A さんの紹介で誰かに会った場合、会社で A さんに最も怒られてる何々ですとかですね、取引先の新しく会う人の前での自己紹介だったら、相手の会社の女性の、例えば B さんとしましょうか、 B さんに何回ご飯を誘っても断られている何々ですとかですね、というような内輪ネタで攻めるとガン無視されることはないと思います。次、4つ目、経歴で相手が褒めてくれそうなものをチョイスするです。まあこれは自分の昔の経歴とかですね、書道何段ですとか、市の平泳ぎの記録を持っていますとかですね、まあその程度で、あまり自慢になっちゃうやつや鼻につくものは相手に悪い印象を与えますから注意をしましょう。まあ今のようなものとか、街で行われた大食い大会で1回優勝しましたぐらいのものがいいでしょうね。5つ目、かぶせ天丼です。これはちょっとお笑いのテクニックが入ってくるんですけども、何人か自己紹介している場合ですね、自分より前に挨拶した人の文言やワードをパクるというやり方ですね。例えば自己紹介していく中で自分が5人目だとします。そうしますと1番目から4番目の方の一番受けたワードを覚えておきます。それをもう1回言うってことですね。例えばお腹を壊して今日遅刻してきましたみたいな感じで受けていたら、自分もですね、僕もお腹を壊して遅刻しそうになりましたとか、そういう感じでそれまでの紹介で受けた文章を覚えておいてください。6つ目、名前についての由来や同じ名前の有名人などの話をするです。トレンディエンジェルさんの漫才のネタに似てますね。小池徹平くんと同じ年齢の何々ですみたいな感じですね。自分の名字と同じ名字の有名人を持ってくるというやり方です。次、7つ目、ギャップネタです。真面目そうに見られますけど昔ヤンキーでしたとかですね、見た目と逆の意外性を話すことで相手は気になってくれるかもしれません。次、8つ目、趣味の話をするです。これは普通に自分の趣味、今ハマっているものなどを言うとですね、ああそんなことやってる人なんだと分かってもらえるのでいいですね。同じ趣味の人も反応してくれるかもしれません。次、9つ目、自虐ネタです。やはり人の不幸は蜜の味、入社早々会社に大ダメージを与えましたとかですね、そんな感じの自虐ネタを言うことで相手を笑わせることができるかもしれません。最後、10番目、出身地や地元ネタです。これはですね、場所にもよるんですけども、もし方言を使えたらそれで相手が食いついてくれるかもしれませんから、面白い方言の場所出身だったら少しラッキーです。はい、ということで今日は自己紹介に使える10個のパターンを紹介してみましたので、どれか使えそうなものを探してみてください。ただ一番大事なことは TPO です。要するに自己紹介の場ですね。盛り上がってガヤガヤしている飲み会と会社の重要な会議では全く違います。そんな重要な会議でおちゃらけた自己紹介は不向きですから、その辺はもちろん分かっておいてください。今日の10個のうち何か考えてずっと使える鉄板ネタを1つ作っておくと楽かもしれませんね。
はい、ということで本日もありがとうございました。動画が面白いと思ってくれた方は高評価、チャンネル登録お願いします。パワーストーンはただの石、質問いつでもお待ちしております。